吉田さん、風呂入ってきました。あの、頭やってもらうと、シャンプーってあるじゃないですか。ね、数時間後に風呂入ってまた、みたいな感じですよねあ。前回の吉田さんの、見えてるものが見えるようになったっていうのは、確かに私もね、同じように感じますよね。あの、逆にね、これだけ見えてるのに、何をやってるんだろうと思います。あの、転売をやってるときに、それこそね、街中にお金が落ちてることに気づいたっていう体験は、 私結構知ってるんですよ例えばブックオフに行く楽器屋さんに行くなんか中古ショップに行くなんか金落ちてんなみたいな感じですよねだって値札はジャンク品300円とか500円って書いてあるんですけど私から見るとえこれ8000円じゃないのこれ1万5000円じゃないのみたいなねそれを持って帰ってきてちょっと手を加えてね出品するとまさに1万とかになるわけですよこれが ああっちこっちちこににるのに当たり前のように日本全国になんでこれ見てないのみたいなそれで時給900円とか1000円でアクセスしちゃったりとか月給20万とか30万でねお給料足りないって言ってますけどもいやそんなことやってる場にそこあるよみたいな、ね、会社の帰りにハードオフ寄ってよブックオフ寄ってよもう古本市場行った方がいいよみたいの、ね、なことがありましたそう,こうしててるうちに時は過ぎて 今ブックオフって極端に店舗数少ないですよねハードオフも近くにない方が多いんじゃないですかねそうなんですよやっぱりねこういったものって旬があるんですよ結局はそれに気づいた人が市場を食い尽くしてそしてその市場が閉じてしまうまでなんですよねだから見えているならちゃんと見て触って触れてトライしてみるその繰り返しを 送っていけばまあ、人生行き詰まることはないかなと思うんですよそしてご丁寧にもね YouTube なるもので何を仕入れたらいくらになるかって公開してるんですよねじゃあそれと全く同じことをすれば別にどっかの塾入らなくても転売で稼ぐことはできるんですよまあずっとじゃないですよ数年間ですけどねでもその数年の間に自分で稼いだっていう体験とあ、今まで見えてるものが見えてなかったな っててここことととに気づくくくのはすすごく大きななとだと思いいいまねね、よくねよ、あのー、がこうついてるるをかけるみたいな、ね、ちょっとそんなどんな例えか忘れましたけどもとにかくバーコードスキャナーっていうのがねスマホにあるわけですよ無料アプリで。あれを店舗に行ってスキャンするだけで、えー、現在アマゾンで売られてる同じ商品の価格が見えるからそれだけでも利益が取れるとかね。 現在ヤフオクでいくらぐらいで売られてるのかっていうことがモノレートとかっていうので見れちゃったりとかして結局目の前に根付けしてある商品とインターネットの市場にある根付けしてある商品との価格差に気づいて見えるから堂々と仕入れられてその日のうちに出品すればその日のうちに注文が入るみたいなサイクルをね作れるわけですよね本当なんか3年ぐらいのことでしたけどね。 です、ね、今私は転売やってませんし転売を人に教えることもできないです昔こんな思い出があったよみたいなねそんなヨタ話はできますけどもうんまあ見えてるものが見えるようになるこれはね同じこの体験をしてる人じゃないと意味わかんないでしょうねいってらっしゃい